皆さんこんにちは。今日はお正月に遊ぶ羽根つきをこの牛乳パックを使って作っていきたいと思います。まずはじめに羽子板を作ります。ここに割り箸をつけることで打ちやすい羽子板になるよ。これで羽子板の完成です。次は羽を作ります。これで羽の完成です。これで羽付きの完成です。羽子板のこの部分に絵を描いたり折り紙を切って貼ってももっと楽しくなるよ。私は今年の干支の虎の羽根つきを作りました。では早速遊んでみよう。とっても簡単にできるので、みんなも自分だけの羽根つきを作って遊んでみてねー。